4号艇原田幸也選手です。優勝おめでとうございます。はい、はい、準優勝戦ではちょっとヒヤッとするシーンもありましたけれども、もう何も言えないですね。もう申し訳ないとしか言いようがないです。すいません。はい、船足自体はいかがでしょうか。今朝ギアケースの調整してからいいですよというコメントをいただいてましたが、今日4日目はもう今節の中で一番の仕上がりで、この足なら満足を持ってるんですけど、まあ足云々よりもレースで、失敗したことが悔しいですし、うん、はい、とりあえずファンの皆様に迷惑かけたので、それが一番反省してます。はい、足自体は、まあ、満足いく仕上がりと言っても良さそう。そうですね、その飛び抜けてる足ではないですけど、まあ、自分の中ではもう集中してレースだけに臨めるような足になってます。はい、では明日はもう何も作業というのはされない。まあそうですね、コース取りを踏まえていろいろ考えながら、まあ今日失敗した分も取り戻せるようなレースをしたいなと思ってますけど。はい、原田選手、今節スタートタイミングについてはいかがでしょうか。スタート間についてはバッチリ決まってると思うんですけど、ちょっと難しいというか、自分の中では、はい、思い通りお腰がついてこなかったので、昨日までは難しかったですけど、はい、今日はスタートもやりやすかったですし、まあ、明日は不安なくいけると思います。はい、明日4号艇ということになりました。どんな戦い方しましょうか。そうですね、もう1号艇のことしか考えてなかったので、まだちょっとショックもでかいですし、反省まずしなきゃいけないので、まだ明日のことはちょっと考えられないですけど、まあ、明日は心を入れ替えて、ファンの皆様にいいレースを見せたいと思います。はい、それでは最後にファンの方に向けて一言お願いします。はい、今日はどうもすいませんでした。